どうも、影やんです。今日はですね、商売の面白さということについてお話ししたいと思います。僕の経験上のことなんですけども、僕の商売はですね、1対1で接客というか施術をする商売なんでですね、お客様との交流というかですね、お話しすることが多いんですね。ほんで多い中でですね、やっぱり何回か来ていただくことによってですね、お客様のことをより知ることができると、そんなに深くは分かんないですけども、ほんで共通の話題とかいろんなことができてきてですね、その辺がだんだんと面白くなるというか。もちろん友達のようなフランクな形にはなりませんけども、お客さんと僕が提供する側っていう立場はそうなんですけども、その中で共通のものっていうのが出てきてですね、そのことによるお客様との交流が面白くなってくるっていうかね、初回は分からないんでね、いろいろ考えることはあるんですけども、だんだんと積み重なっていくと信頼関係もできてくることもありでしょうし、その辺がね結構面白いなと思うのと、あとですねお客様からもらえる情報っていうのが結構たくさんあるんですね。でお客様からもらえる情報をですね、生かしていくというかですね、そういうことをするとですね、それがものすごく面白いものになっていきますね。だからおすすめの例えば商品、食べ物とかね、どこどこの何々がうまいって聞いたら、それをもちろん高すぎるものはちょっとできないですけども、それなりの値段であればですね、それを購入してですね、試してみるとですね、ほぼ 100% に近い状態で美味しかったりしてますね。うんで滋賀県にこういう店があるんやとか、こういうところがあるんやとかいうことをいろいろ知ることができてですね、それをやっていくとものすごく面白いですね、正直言ってね。それが商売の面白さの一つになってくる。お客さん一人一人の言葉を大切にしてですね、それを生かしていくということですね。それとですね、商売してて面白いことの一つに、サービスを向上させることっていうのがありますね。サービスを向上させること、だから、もちろん僕の場合と施術の技術なり何なりを上げていくこともそうなんですけども、周りのもんですね、環境的なもんでサービスを向上させていく。でそれがですね、お客さんが教えてくれる、パターンが多くなってくるということですね。でお客さんが何かした動作でですね、あここに手すりがあった方がいいんやなとかね、そういうのが分かって、ほんでそれを取り付けるようにしてですね、ほんで、次からそこを年配のお客様はそこの手すりを持ってですね靴を履いたりとかね、階段を降りたりとか、そういうことがあるということで、その辺の商売のあれが増えてくるということです。それと何か商売のサービスを向上させるためのねヒントっていうのが降ってくるっていうかですね、あこうした方がいいっていうのが分かってくる、ことがありますね。それと、初回に来ていただいたお客様にアンケートに答えていただいた時にですね、そこにですねこういうことをしてほしいとかいうことが書いてあることがあってですね、でそれを取り入れて僕のできる範囲でしかできないですけども、やるようにします。で最近で言うとですね、その日のね、ご予約の状況が知りたいということを、アンケートに書いていただけたお客様がおられたんでですね、そしたらこれはもう取り入れようということでですね、僕の和願瀬のですねフェイスブックページがあるんですけども、和願瀬というフェイスブックのページがあるんですけど、そこにですね、何月何日を例えば3月12日金曜日のご予約状況って朝に入れるんですね。で比較的取れやすいですよとか、例えば午前中もいっぱいになったら午前中はいっぱいになってますけど、午後からはご予約を取りできますと、今のところはご予約を取りできますとかで、もうご予約が埋まっちゃったらですね、もうその日はちょっともういっぱいで取れないんでですね、もういっぱいになってますっていうのも知らせておった方がやっぱ親切やなと思ったんで、時間なく忙しくやってる時はもうそれをこう更新することできないんですけども、まあ、ちょっとした時間にそれを書いてもういっぱいになって、明日はこういうふうになって明日はこれで予約お願いしますとか、そういうのがこう、知らせることができるようになる状態にこうできたと。それはまあお客さんがそうやって言っていただいたんで、そういうサービスをすると。でお客さんが大体その前もって取ってくれるお客さんはそれでいいんですけども、当日その、施術を受けたいと、お店に来たいという方もおられて、でも、いきなり今電話してもちょっと予約いっぱいかなとかこう思われる方、その時間帯はちょっと無理かな、それが分からない方のためにですね、その細かくはそのご予約状況は言えないんですけども、そのまあまあざっくりとですけどもこんな感じですっていうのはこう、案内することはできるようになったと、いうこととかですね。まあ他いろいろ業産あります、いろんなことがあるんですけども、ちょっと今パッと思いつかないですけども、だから大体こうお客さんであったり何かでこう教えてくれる状態、何かが降ってくる状態ですね。ほんでこうサービスを良くしていく。でサービスを良くしたのをお客さんが来ていただいてこう、まあ、喜んでいただけたり、まあまあ、何も言われない方もおられますけども、そういう形でこうやっぱりリピートしていただいたらそれが答えやと思うんで、それをこうちょっとずつでもこう気づいたことを、取り入れてこうやっていくと。それがこう商売の面白さの一つですね。で向上させること、お金が多少かかっても向上させることができると、それをするということになるかなというふうに思います。ということで今日は商売の面白さですね。ちょっとそのざっくり言っちゃったんですけど、もっともっとあるんですけども、まあまあ、そんな感じです。ということで今日は、商売の面白さについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。